はい、タバコの喫煙動画始めていきます。今回は、終売になってしまいました。若葉です。こちらが、10月をもって売り尽くしでもうなくなってしまうということでカートンで買いました。若葉ね。まあ、なくなるはなくなるんですけれども、まあ、一応エコーもなくなるということで。うん。で、まあ、しがり色になるということですね。うん。リトルシガーになるということです。どうも、シャムです。まあ、リトルシガーになるっていうのは、何年リトルシガーになるかっていうと、単純な話、JT が、このままだと、この若葉とか、まあ、旧産休品タバコ、まあ、安いタバコですよね。の、まあ、いわゆる、タバコ税がどんどん上がっていってしまうと。で、それで、当然、ね、上がったことによって、もうぶっちゃけだし、なんでお前、旧産休品タバコを吸ってるのか、わけがわからないよっていう、ね、状況になってるわけです。なんで、事実、この葉っぱの量とか、ね、グラムとかで考えると、圧倒的に、ショートピース買った方が、コスパいいんですから。グラムで考えても。だからですよ。だから、しがり色、まあ、リトルシガーに変えたことによって、葉巻として扱われて、結果として、まあ、価格を、まあ、下げられるというか、そのまま持続できると。継続できるってことですね。そういうことです。だからということです。それ以外にもゴールデンバットとかも、まあ、前ね、北海道限定とかなんとか言って、リトルシガー出ましたけども。うん。あと、申請も、そうですね。リトルシガー、になるということで。だからもう、消費税も増税するし、で、ただでさえ消費税増税するのにもかかわらず、給料とかも一切上がんないんで、まあ、ね、高いタバコは、だからどんどん売れなくなってきてるわけですよ。だから、そこに、まあ、メスを入れたというか、カツを入れたというか、なんと言うんでしょうかね。まあいいや。吸っていきましょう。もう、なくなってしまう。若葉。この若葉の特徴は、あ、そう、言ってなかった。タールが、19ミリのニコチンが 1.4 です。やはり若葉の特徴としては、キングサイズのタバコだということ。で、値段が360円と値段が安いこと。2019年の10月の1日より消費税の増税及び旧産休品の、特例税率撤廃に伴い1箱過去20本あたり90円の値上げが、実施されますと。90円ですよ。一体安タバコと言ったら何だったのかってなるんですよ。このまま続けたら。ね。買わないでしょ、絶対。まあ、若葉は今360円じゃ90円上がりました。
450円ですよ。誰が買うんだよ、お前。だから、致し方なかったってことです。確かに悲しいですが、そうですね。JT はあくまでも、これだったら絶対売れないと。ねえ。だからですよ。同時に、10月以降、持って、売り尽くしを持って、販売終了ということです。うん。でだ。俺をこれね、若葉と、エコをコンビニで買ったんですけど、コンビニで、他のやつと商品と一緒に買って、その商品が1500円で、で、若葉と、エコーのカートンで買ったんですけど、ね、まあ、どっちも合わせてだいたい7000円ぐらいですよ。ね。レジの人が、まあ、初心者だったのか、まあ、いろいろあって、1500円ですって言われたんですよ。1500円ですって。で、まあ、いや、出したんです。クレジットカードで。で、その後に、はい、すべて。はい、どうぞ、つって。それで終わろうとしたんですね。は?と思ったんです。ふわと思ったんです。で、タバコ、払いましたって。タバコの、料金、払ってないですよねって俺が言ったんです。そしたら、いや、払いましたよって言ったんです。その方は女性だったんですけどね。で、レシートを見せて、そのさっきもらったレシートを見せて。いや、買ってない、払ってないですよ、つって。バカ正直な。俺が。で、あみたいな。前なんか言われてたんだけどね。今どうかわかんないですけど、いわゆる気づかなければ、ね。有罪ではない。犯罪ではない。でも気づいていれば犯罪だ、みたいなのがあったんですよね。あれ今どうなってるのか知らないんだけど。まあ、どうなってったとしても、まあ、でも、ぶっちゃけたら証拠が残ってるわけですからね。クレカで払ってるわけですから、まあ、履歴見ればもう、一発ですからね。で、さらに防犯カメラもありますから、まあ、あれどうなんだろうね。あれ、詳しい人教えてくれる?それ。よう分からへん。昔はそうだったはずなんですよ、確か。昔はだから、気づかなければ、知らなかったっつって、で、確かそれ無罪なんですよ。気づいていれば有罪なんですけど、でも、あくまでも、そうですね、例えばの話、ね、例えばですよ、極論で話すと、ね、100万円の商品を買いました。ね、101万円出したとすんじゃん。よくわかんないけど、言ってる意味がよくわかんない。じゃあ99万円の商品を買いました。で、100万渡しました。ね。残りお釣り1万円のはずなのに、100万円もらったんです。それも現金で。で、こういったのは、すべて、明らかなる、知らなかったじゃ済まないんで、知らないわけがないんですよね。だからこういうのは客観的に見て明らかだろっていう。知らないなんての通らないんで、それは確実に有罪になるんですよね。だから今回の件で言うと、どうなのかわかんない。知らん。もういいや、これ。話し、あれだ。で、はい、エコーもはい、同じく。ね。こちらエコーが350円で、タールが15ミリ。ね、ニコチンが1ミリ。エコーはだから、
もともと確かエコーってこういうあれだったよね。タバコ。だよね。エコーはもともと15だったんですよ。そうそう。だけど、ゴールデンバットはもともと確か18ぐらいあったはずなんですけど、これがもう、まあ、クソみたいになって、で、まあ、あと申請ですよね。まあ、これもフィルターがついて、クソみたいになって、もともとだから、両切りだったのに、それをフィルターつけたんで確実に、はい。圧倒的にタール値が少なくなってしまったということです。タール値が少なくなっただけじゃなくて、もう単純にフィルター分の、まあ、タバコ場が、ね、少なくなるんで、実質は値上げでしたね。100年以上の歴史を持っていたゴールデンバットは、もう今じゃ、ゴミカスになってしまったということです。そして、ゴールデンバットも、はい、同じく。まあ、これはもう別にいいんですよ。これ、どうせ俺フィルター付きのゴールデンバットだけど、吸わねえから。どうせ。フィルターちぎれとかの問題じゃないですよ。フィルターちぎってもね、味全然違うんですよ。それで、味が同じだったらまあ、わかりますよ。全然違うんです。ゴールデンバットマニアのユッキーが、言いますが、全然違うんだよ。申請だってその通り。当たり前です。だってタバコの、だってフィルターちぎりました。小さくなりました。ね。小さくなったってことはですよ。例えば話、100メーターのタバコがあったとすんじゃん。ね。と、じゃあ1ミリの1センチのタバコがあったとするでしょ。じゃあどっちが、味が、ダイレクトに来るか。いいっすか？普通タバコっていうのは、先端が燃えるでしょ。で、そこ吸うじゃないですか。で、吸ったところで、その吸った空気が、タバコの葉っぱを、こう通じてビャーっと来るわけですよ。ね？わかります？言ってる意味。だからね、まあ、フィルター分ですから、2センチ、3センチぐらいか。これだけでもはやもう全然違う。風味が。丸っきり。たとえ同じ、原料を使ってたとしても。まるで違う。まあ、新鮮も同じ。まるで違うってこと。まあ、これはもう、しがり色になって、いいんじゃね？にしても、すごいな。一箱あたり90円値上げですからね。誰も買わないです、こんなもん。バカバカしい。買うかって話よ。で、それは、じゃあなぜかって、結局あれですよ。一部のクズ人間どものせいです。ねえ、そこらにタバコは、はい、ポイ捨て、歩きタバコ。こういったクズ人間が、ね。いるからです。他人に迷惑をかけないように。俺は、ほぼほぼ、外では吸わん。吸ったとしても喫煙所で吸う。そんな当たり前だ。
それすら守れないのは犯罪です、だから。歩きタバコ犯罪ですよ。うん。この辛さ。辛い。一箱は、いや、一箱じゃ、一個だけはちょっとこれ、未開封で、エコーもね。あとそうだな。申請はもうなくなったのか、あれ、そもそも。まあ、ゴールデンバットも、あれか、買っといて、一箱だけ。でも意味ねえか。意味ねえか。まあ、そうですね。そう、タールが18ミリだったのが、15ミリに下げられて、ニコチンが 1.1 から、1.0 に、下げられたと。やはり新生とゴールデンバットは、かなり、スーパーコスパが良かった、あの、両切りの時代。ね。あと、その、アイイン社。とか、ね。新星は22ミリだったのが、タールが22ミリだったのが15ミリに、ニコチンが 1.4 だったのが 1.0。俺が初めて吸ったのはゴールデンバット。ですね。発売110周年ですよ。2016年に発売110周年だったんです。日本で一番歴史があるタバコだったんですけどね。ああ。俺、いつだったっけな？とりあえず、ゴールデンバット220円ぐらいだった気がするんだよな。俺、最初吸った時。確か。ゴールデンバットの値段の推移、見てみましょう。ググってみましょう。ゴールデンバット。ゴールデンバットが、俺がだから初めて吸ったのが今から、忘れたな。まあ今から11年前に俺が二十歳ですから、11年前と考えると、2008年ぐらいですね。うん。2008年。
ゴールデンバット、嘘？確かに200円ぐらいだった気がするんだけどな。ゴールデンバットが、260円の時ですね、多分ね。いや、いや、140円の時か。わからんな、これな。多分この間ぐらいだった。140円から260円の間で多分200円ぐらいだった気がするんですよね。俺初めて知ったのが。ちなみに2009年の時点では140円だったということです。今から10年前なんで、俺多分タバコ吸ってないですね。140円じゃなかったなと思うけどな。200円はしたと思うんですけどね。まあ、今から10年前ですから、俺が21歳ですから、俺が吸い始めたのは多分22歳か、そこら辺だったと思うんですけどね。こういう時に俺のね、履歴が役に立つんですよ。履歴が。ね。タバコの喫煙動画の、履歴が。履歴が一代目の、ね、初めて、ね、タバコを、吸い始めたのが何年でしょうか。まあ初めてタバコ吸い始めたんじゃなくて単純にそれを動画にしたのが、そうですね、バット好きな俺の喫煙動画パート1ゴールデンバットです。これが2011年です。2011年ですから、うん、非常に悲しい出来事です。投稿日時が2011年の1月の24日。これは、俺が大阪に4年間住んでた時のですね。2011年。2011年。値段いくらあったのかな？少なくとも140円では買ったことはない。あと、チェリーも吸ったことがないんですけど、チェリー吸いたかったなぁ。確かに、でもわかんない。その時点で多分売ってたと思うんですけどね。まあ、ちょっとこれはもうたらればの話ですから、もう、どうしようもないですね。2009年にです。140円になりました。
ゴールデンバット。それまでが30円だったのか？わかりませんけども、一応1958年では30円だったと書いてあります。まあ多分段階的にあったんで、それはちょっとわかんないんですけども。うん。うん。で、2016年には、260円になっている。ということですね。ショートピースの話になるんですが、2010年には、2010年の時点では、150円だったと。2010年の時点で、150円だったみたいです。だがしかし、2013年で220円に上がり、ました。ピースはだから、今だと今250円ですからね。あれは10本入りですからね。そう考えると、そう考えると、だから2020円、220円、440円だから、わからんわ。少なくとも、俺が始めたのが、タバコ吸い始めたのが、いわゆる増税後だったはずです。そのタバコの増税後。で、言われたんですよ、よく。なんでお前、増税、タバコの値段上がったのに、それから吸ってんだよって。なんでそれから吸い始めたんだよって言われたんですけど。単純に、タバコの話が、タバコみたいな話になったから、タバコってそんなうめえのかなみたいな感じで。ですね。でも、140円でボールデンバット俺買った記憶ないですよね。絶対200円ぐらいはしたはずなんですよね。200円だと思うんですよ、多分。200円ぐらいだと思ったんだけどなぁ。ちょっと怪しいですね、これね。ちなみに、2019年の9月の中旬に、エコーのシガーが350円。そして若葉のシガーが360円と。いうことで新しく出るらしいです。これはまさに90円の値上げを回避する方法であり、だったということです。回避する方法。だったということです。で、俺の、そのバット好きな喫煙動画を今見ますけど、
ね、いくつかポーです。かなり良い、他にも、まあ、だいぶ、遊ばれたというか、そういう感じでですね、吸い始めたんですが、まあ、一応ね、まあ、タバコ好きの一人として、まあ、動画でも上げようかなと思ってですね、上げてみたんですが、まあ、もしそんなに、需要がないんでしたら、まあ、これ以降は、まあ、やらないという感じにはなるとは思うんですが、一応ね、テストとして、上げてみました。はい。それですね、バトル好きの僕なんですが、はい。まあ、バトルというのがですね、知らない方のために、説明するとですね、このゴールデンバットという、銘柄のです、タバコなんですけど、これの、まあ、これをまあ、バット、短縮して言ったりしてるんですよ。まあ、これが、現在の日本で一番、安いタバコですね。20本入りで200円という価格のね、安さ。で、さらに美味しい。はい、言いました。2011年の時点では200円だったと、これ、公言してます。やっぱ200円だな。うん、俺が、だから吸い始めた時はもう200円だったんですよ。十分安いんですよ。ああ、よかった。この胸のこの、あれが。使いが取れたわ。200円です。ああ、よかった。200円ね。で、そうですね。若葉が250円。エコーが240円。新生も240円。ゴールデンバットは200円。ということです。2010年の12月の22日時点では、若葉250円、エコー240円、新鮮240円、ゴールデンバット200円。そして、まあ、いいか。ああ。この時ですね。他の画像でもいろいろ見ますと、ショートピースが220円。まあ、10本入りがね。20本入りで440円。で、あとは、有名なので行くと、ロングピースも440円。あとは、あれ？あれが売ってねえな。マイセン、マイルドセブン。マイルドセブン乗ってないっすね。まあ、マイセンは、俺買わないからいらねえんだけど。うわあ、すごいな。やっぱ本当にあれですね。2009年の時点では、ゴールデンバット140円だったらしいです。で、チェリーが300円だった。で、ショート、ロングピースも300円だった。と書いてありますね。で、ミネが300円。うん。いう感じで書かれてますね。うんうん。
若葉が190円と。すげえな。ゴールデンバット140円で買えた時代すげえな、やっぱな。まあ過去は、絶対に変えられないですから。うん。そっかそっか。ね。もうこれエコーも捨ちゃおうぜ。エコーも。もうエコー吸います。もう。はぁ。これも辛い。でね、あのね、チェリーですよ。チェリーですよ。これがね、廃止したのが2011年の5月の12日となってます。ね。先ほど、俺が、見た動画で、ね、2019年の、あ、じゃあ間違えた。これ、いつだ ?2011 年の1月の24の時点で、俺、あの、ゴールデンマットの、ね、タバコを吸って200円だったって言ってるんで、この時点では売ってたはずなんですよ、チェリー。まあ、その、約4ヶ月後ぐらいに、あの、廃止になった。で、値段が410円だったと。で、タールが15ミリの、ニコチンが 1.1。で、東日本大震災の影響で廃止と書いてあります。ウィキペディアで見切ってみると、東日本大震災による工場の被災により生産の中断に追い込まれたが、2011年の5月12日には販売量が少ないことを理由に、そのまま販売を再開せず廃止することが発表されたと書いてあります。まあこれは、そうですね。まあこれもたらればですけれども、すっときゃよかったなーって、思いますね。実に。一応このチェリーが発売された時期が、1904年に発売されて、バージニア葉を使用した、甘みと細巻きが特徴の両切りタバコで、10本入りの通常パッケージのほか、10本入り過去太巻きや50本入りの缶も、一時期存在したと。戦時中は、適正後に当たるとして、これ何て読むのこれ。わかんねえんだけど。ん？あ、桜らしいですね。桜らしいです。桜のなんか難しい感じなのかなこれな。わかんねえんだけど。あ、桜らしいですね。おう。発売翌年の、1905年に斜め、
なんとか講師の、模様のピンク色の下地に桜の、線があしらわれたパッケージデザインに変更されたと。著名な愛飲者は、池波聖太郎、知らん。横びかりリーチ、知らん。池波は、チェリーのうまさはピースどころじゃないと語ったという。フィクションの人物としては、風立ちぬの主人公である、堀越二郎が吸っているタバコという設定である。で、二代目。1970年に、日本専売公社、日本タバコ産業、まあ、JT ですね、から発売されたと。日本初のアメリカンブレンドのタバコで、パッケージにはエンジ色の、下地に初代から継承された、桜の線があしらわれた、落ち着いたデザインになっていたと。なお、初代と異なり、吸い口がフィルター付きとなったと。著名な愛飲者は、青木なんとか知らん。なんとかかんとか知らん。これなんとかかんとも知らない。はい、知らない。唯一してるのは、宮崎駿さんが吸ってたらしいです。おう。架空の人物では、間違った子を魔法少女にしてしまったの、マフ、ハネ、カ、ヤ。ヤ、知らない。ドラえもんののび太のパパ。ほう。太陽に吠えるののジーパンデカ。これも知らん。ジーパン刑事。太陽の吠えるを知らん。で、松田優作。松田優作ですね。が吸ってた。で、吉田音、過去イラストレーターが、描いたビッコさんなの知らない。松田優作は知ってるんですけど、名前しか聞いたことないですね。ごく短い期間ではあるが、日本で一番売れたタバコと なったこともあったと。なるほどね。松田優作ってこれ誰なんですかね、この人。歌手らしいですよ。40歳で亡くなってる。うわぁ。これ見ない方がいい。このゴールデンバットのジッポライター欲しいんだけど、ぶっちゃけた話、ジッポライター、買ったりんで、いらねえんだよな。かっこいいってだけでコレクションしたいんだけど、まあ、あれですね。あ、すげえな。すげえ時代もあったもんだな。あ、タバコと塩の博物館。これ聞いたことある。どこだったっけな。あ、渋谷にあるらしいですね。これ、俺、行ったことないね。あ、入場料100円だって。安っ。うわ、ここにめっちゃ書いてあるよ。ぶわーって。いっぱい。うわ、ハイライトこれ赤だったの。うへぇ。エコー70円、新生70円、ゴールデンバット40円。若葉が80円。ホープが50円。ホープがもうこれあれ、ロングサイズ?フィルター付きの時か。あ、フィルター付きの時かっていうか最初からそもそもあれか。ホープはフィルター付きのタバコか。でもロングタイプですね。いわゆるキングサイズ。ルナなんてタバコもあったみたいですよ。150円。これ、
これすげえな、これちょっと。あとでこれ、あれ行ってこよう。タバコと塩の、あの、博物館、ちょっと今度行ってこよう。渋谷にあるらしいぞ。今度行ってこようよ、と。今日も元気だ、タバコはうまい。ありましたね、こんなの。まあ、俺は知らないですけど。うん。そっか、そっか。タバコと塩の博物館。今度行ってくるか。ふぅ。すごい時代もあったもんだ。でもね、あ、憩いっていうのもある、あったみたいですね。でもさ、これって、あの、昔はあったらしいっすよ。いわゆる、タバコ。今だ、今がほら、ね、タバコとかって臭いとかなんとか言われてるでしょ。あれ昔もあったらしいですからね、だって。あれ。俺が、生まれてない時代にあったらしいですか。ゴールデンバットは、芥川龍之介や、太宰治。太宰治だっけ、太宰治だったっけ、これ忘れたな、名前。これ太宰治だったっけ、太宰治だったっけ、太宰ですね、はい。中原中也。これ誰だ、知らん。知らない。これ知らないです。芥川龍之介は知ってます。太宰治も知ってます。うん、なるほど、ね、すげえな、これ。これはすごい、これはすごいな。タバコと塩の博物館。このブログの方が書いたのが2010年の7月の7日。ね。で、この時点で今や空前の禁煙ブームと、ね、2010年の時点で。で、値上げされてから俺が吸い始めたと。だから2011年。まあ、これも時の流れという、ことでしょうね。でもすごいですね、ここの博物館。100円で、こんなに見れるってことすごいですよ。うわぁ、ジョーカーの初代とかあるわ。すげえレトロな。モチーフというか、いわゆる、ブラウン管テレビというよりは、ブラウン管じゃないのか、これ、わかんないけど、ネジ式の、ネジでこう、ねじってやるやつ。俺確か、俺がガキの頃、ネジ式だったような気もしないでもないんだけどな。確か。まあ、俺の実家じゃなくて、いや、まあ、実家なのか。まあ、うん、まあ、いいや。確かにネジ式だったんですね。こう、ネジで、
ネジみたいなのダイヤルで、チャンネル変えるみたいなやつだった気がするんだけど。覚えてないですね。うわぁ、すげぇなぁ、これはすごいですね。自分で言ってこれ、適当に画像のパネルから撮って、動画アップしようかな、これ。マジで。とんでもねえな、これ。これはとんでもねえ。今度言ってこよう。まあでも仕方ないっすね、これね。だってさ、90円値上げされたら買わないでしょ。もうそもそも買わないのにさ、大体がして。ゴールデンバットなんてそもそも今もうすでに買わないのにさ、さらに90円値上げしたら誰も買わないでしょ、こんなバカバカしい。誰が買うんだよって話。新生とゴールデンバットすでにもうフィルター付きになってクソまずくなってもう誰も買わないっていうか、まあ好きな人間誰も買わないわけですからね。好きな人間はそれでもう買わなくなったのにさらに90円値上げて誰が買うんだよって話ですよ。バカバカしい。まあということでね。でも、エコーと若葉は、昔から何も変わっちゃいないわけです。まあ、俺が、まあ、昔っていうか、ね、パール値が変更になったとかさ、まあ、変わってるといえば、まあ、この、フィルムですか？フィルム放送になったと。それ以外は、パール値も、ね、変わってないし、ニコチンチンも変わってないわけだ。それがまあね、なくなってしまうということか。アンティーク。アンティークコレクション。として、やはり、一箱は、じゃあ一箱ちゃうわ。一つだけ、この、ね、一個ずつ、フィルター、まあ、一応取っといて、ね。ね、これね。カートンで取っとくか。カートンで取っとこうかな。でもな、高いな。カートンでも3000、2つ合わせて7100円か。いや、まあいいか。カートンはもういいや。一箱だけ。ね。ゴールデンバットも買っときましょう。新生どうなったんだよ、新生。どこにも見かけねえぞ、おい、新生。新生どこ行ったんだ、だいたいそもそも。おい。だいたいがして、うちねえんだよ。新生なんて、ドマイナーのやつ。タバコ、新生さん、どこ行ったんすかね。あ、もう、ダメらしいです。もう、手に入らないですね。2018年の10月の9日に、10月、12月以降、在庫を売り尽くしをもって廃止です。ってなりましたね。ああ、まあ、仕方ないな、これね。まあ、どちらにしよう、まあ、あれですわ。うん。まあ、どちらにしろ、まあ、フィルター、ねえ、ついてしまった以上もゴミなんで。まあ、ゴールデンバットは、取っときましょう。買っときましょう。ね。ゴールデンバットは、
取っときましょう。実に。俺の人生をも変えた、ゴールデンバット。ちなみに申請は、愛飲者が、会員の、なんだこれ。作家の山本周五郎知らん。は、会員のピースからニコチンの量が少ないからという理由で申請に乗り換えている。会員のピースの方が、ニコチンが少ない。え、ピースよか何？新鮮の方が、ニコチンの量が多かったんですか？で、あと、ビートたけしさんの著書をドラマ化した、なんとかかんとかで、なんとかかんとかが吸う、シーンがあると。知らないですね。陣内智則が、吸うシーンがあるらしい。新鮮は。で、あと、うんたらかんたら、これ知らん。知らん、知らん、知らん。ジェームズ・ボンドの、007は二度死ぬでは、来日したボンドが普段吸うタバコの代わりに本品を吸い、出先でも買い求めていたと。カリフォルニアバの味、軽く、すぐ吸い終わってしまう。など、味について言及もされているが、これは、1962年に自ら来日したフレミングの、日本での会見、が活かされている。作中でボンドが愛飲しているタバコはロンドンの、高級タバコ店で強い味にブレンドした葉を特注で任せているという設定になっており、日本製の紙巻きタバコの中では強い部類に入る新製で、でもまだ軽いということになる。ショートピースぐらいでしょ。いや、ショートピースすればよかったじゃないのか。わからん。これよくわからないですね。申請の方が、あれだったのかな。ピースよか、ショートピースよか、高かった時代があるんですかね。タール、ニコチン。ルパン三世では、銭形警部が、暗飲していると。となっております。うん。ちなみに申請は、1949年、6月の1日に、発売されたとなってます。ね、ゴールデンバット吸ってるのは先ほど言ったよね。うん。ああ、そうですね。ああ、これな。はい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 。太平洋戦争の戦後、前後の1940年から戦後の1949年までは、ゴールデンバットの名称が適正語。これもよくわかんないの。適正語は敵対国や交戦国で一般に使用されている言語を指した語。ああ、そういうことか。つまり、ゴールデンバットっていうのは、英語だからってことでしょ？だから、変えられて、禁止。神武天皇の神話に基づいた禁止に変更された。
戦時中のタバコ類、大幅値上げを、題材にした、唱歌、紀元2600年の替え歌が作られたが、その冒頭は、禁止が、禁止上がって15銭であった。禁止。これなんて読むんだろう、これ。これ鳩ですかね。トビですね。禁止の死がトビです。金は金色。はあ、トビ。タカとトビの違いもよくわかんないんだけど、だいたいそもそも。禁止でちょっと見切ってみますか。日本書紀に、登場する日本建国を、導いた金色の飛び。確か飛びと鷹の適当だったらしいな、あれだ、確か。あれ、鷹と飛び、なんか違いないとかなんとか、昔トリビアでやってたような気がする。大して違わないらしい。で、くずタバコの俗説。安価さと製造ロトと、セロファンの、外装がない、紙製パッケージによる、湿度の影響などにより、風味が均一化しておらず、他のタバコの製造時にこぼれたクズタバコを集めて、巻き紙したという俗説も、発見するが、上級タバコに使用 しないことから、課税上の等級が低くなる、タバコ葉脈が主な原料ゆえに、風味が一定せずばらつきが生じているだけであると。むしろそのばらつきが面白かったっていうパターンね。ぶっちゃけた話。いやでもそれはうまかったですよ。それでもやっぱり。よし。だから昔はメンソールのボックスがあったとか、ボックス、ゴールデンバットのボックスがあったとかって書いてあるんですけど。若葉は、1980年代以降はほぼほぼ、街中で見かけることがない、銘柄だった。ですが、近年のタバコ増税や、それに伴う値上げに伴ってエコーと同等に、比較的安価でフィルター付きの、当銘柄の需要が高くなり、自販機ならで、のみならずコンビニエンスストア、いや、スーパーマーケットでも頻繁に見かけるようになったと。平成24年の4月から9月の販売実績では第10位を記録したと。まあ、そうですよね。唯一のキングサイズ、ロングサイズですからね。939品。でもやっぱなんか、昔吸った時に比べるとなんかこう、青臭さが、なんか穏やかになってる気がするんだけどね。もっとなんか畳の、風味しなかった、なんか、
雑草というか、その、畳みたいな、なんかこう、若草の、ブワー、若草を燃やしたみたいな、畳燃やす時の煙みたいな。感じしてたんですけどね。あんまりそこまで。うん、まあ、辛いは辛いんですけど。で、若葉だけ、特に、吸っている人、みたいなのは書いてないですね。愛飲者的な、ないですね。エコーは、ね、松田優作さん、とか、あと、うんたらかんたらっていろいろ書いてありますけど。ゴールデンバットもうんたらかんたらって書いてあったでしょ？ね。新生もうんたらかんたらって書いてあったでしょ？ねえ。そしてこの黄金バットか。これも見たことないんですけどね。まあ、ゴールデンバットと、まあこれアニメですよね。黄金バット。これが、昭和40年代に漫画でアニメ、もしくは映画でされたと。なってますね。スーパーヒーローとアンチヒーローの両面を持つ、孤高の主人公であり、一般的には死の象徴として、忌避される、ドクロをモチーフにした、ヒーローという点で、その存在が斬新だったと。特有の高笑いと共に現れる、黄金の、金色のコウモリが特徴的である。なるほどね。1930年に、鈴木一郎が原作で、白骨面にクロマントの怪盗が活躍する、怪盗の、芝居シリーズのクロバット。が好評だったことから、主人公を黄金色にした、絵画19枚を、長松健吾が描いて登場した。まあ、いわゆる紙芝居だったってことです。最初は。なるほどね。これは知らない。これは知らないですね。少なくとも。うん。まあ、見たことない。アニメも見たことないんで。今度。今度ちょっと。見てみようかしら。ということです。2011年には、アニメ版黄金バットがニコニコ動画内のチャンネルのフルアニマックスにて、毎週月曜日18時に、1話ずつ配信されたらって。第1話は無料で、2話以降は、配信日の1週間後に有料に切り替えられたと。2012年の4月の16日に全話配信終了し、9月28日にフルアニマックス閉鎖に伴い全動画が、視聴不可能になったと。なるほどね。なるほど。
うわ、美空ひばりさんとかいるみたいですよ、これキャスト。全部で、全部で52話って書いてあるんだけど、その下にブワーって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15作が、なんか、斜線引かれてますね。斜線っていうか、棒線横棒。これ何なんだこれ。わからん。わからん。わかりません。で、一応漫画版もあるということで、書いてありますね。1990年に1巻で2巻も発売と書いてあります。ということらしいです。だいぶ飛びましたけど。ああ、疲れた。寝るべ。もう寝るべ。ということでね、皆さん。うん。ああ。また10月から 2% 消費税が増えるわ。きちい。うわ、きちい、マジでもう。ということで皆さん、若葉とエコー、そしてゴールデンバットと、新生の、もうすでに新生は死んでいるのか。ああ。新生のね、9、3、3級品タバコ。終わりです。黙祷。黙祷するしかない。もう黙祷ナウするしかない。黙祷ナウ。ゴールデンバットと、もう申請はもう手に入らん。ゴールデンバットと、ね、若葉とエコーは、一個ずつ、ね、フィルム、未開封でちょっと撮っときます。うん。ということで、ね、さらばエコーと若葉、そしてゴールデンバット、皆さん、バイビー。